さん、パンジャラモンスターさん、金曜ポチさん、てっちゃん、ネイビームさん、ひとりごとさん、ギフトありがとうございます。おはよう、昨日はありがとう。こちらこそ爆レス届いたかい。おはさとさ、ひろしげさん、やすうえさん、くりちゃん、チョコキッちゃんもありがとう。ギフトありがとうございます。チャートリ公演できたよ成功だよう初めて課外活動なんですけど、おめっちゃ楽しかった、よかったね。超シンプルうちゃんも見えたコールも聞こえたぞ、イエイ、ありがとうございました。そう、パジャマも、パジャマもミルキーさんになったここミルキー、角もミルキーイエイ。ストーリーズに出てきましたな。嘘、お久しぶり、ありがとうございます。うんうん、おはよう、ゆのえもんさん、ゆうぼうさん、かわいい、ありがとうございます。もう声がおっさんみたいになったあーあーあああ、うん、まあ、うんうん、ああああああと、おはようございますまあいいか、まあ別におかしくはないかっこよくなったでしょ、声がかっこいいわうーさん、ハートありがとうございます。博多で配信見てる、おありがとう。チャートリかわいかった、よかった、やったぜ。スタジオと早くやりたい、スタジオとチャートリ公演がしたいですね、早く早くやりたい、うん、そう、死ぬ死ぬでって言われたけどやってみたいんだ、まあ、うん、楽しそうじゃない。うん、スタジオとチャートリのギャップを、そう、見せたいよね。スタジオチャートリ見たい、お、ウレティー、ウレティー、おはよう、おはよう、エレキメかな、ダダダン、てっちゃん、とうとい、ありがとうございます。おはよう、ジジマくん、ハートありがとうございます。公園行ったよ、ありがとう。チャートリ公園、うん、どうやった、うんうん、 MC ね、そう、なんか英語のチャーミングトリップの企画でか、英語のねやつをいつもやるんですけど、そう、私の問題が出るとは私の問題が出るとは、うん、握手会ありがとう、タンキュー、うん、あー、声やばいそんなやばくはないでしょでもやばい、明日になったらやばいかもしれない、ひらつぐさん、しんしんまるさん、いい人ありがとうございます。声いつもとそんな変わらないんだよね、だってありさが言うまでさ、そう、誰にもバレてなかった、バレてバレとったかもしれんけど、声やばないみたいな感じのコメントなかったもん、おはようございます。
空気が乾燥してだよね。やっぱり自分、そう自分で言った系自分で言った系です。おはよう。コリッコリッ。おはよう。いつもよりちょい低だね。ちょいハスキー。ハスキーボイスでも好きや、好きだからいいんじゃない。ハスキーボイスに憧れちゃう。めちゃめちゃ可愛かった。最高でした。プレティはちみつ。そうなんか昨日 やろうとしたんだけどね、そうやばいんよ昨日昨日はもうあのねツアーのレッスンがね、そう今日あるから、そうツアーの今日レッスンが、あの仙台と札幌のねレッスンがあるから、それに向けてからまた覚えにゃいといけない曲があったからね、そう夜覚えようと思って動画も準備してから、そうこう踊りよったのにね、いつの間にかね寝てたいつの間にか上にも自分の部屋にも上がってこずにソファーで寝てたやばない、やばない、どんだけ2回公演が疲れとったか面白すぎた。寝落ちだよ、いつの間に寝たのかもわからんやばない。あかわいい、ありがとう、うん、そうアリサはダンスを覚えよったはずなのにいつの間に寝てたんや怖ー。だから全然覚えれてないんですよ。ピンチで、ピンチだよ。今日レッスンするっていうのにああなほちゃんかわいい、ありがとう、イエイ電気つけっぱなしだったと思う。電気はテレビもつけとったやつ、わからんから記憶がね。おはよう、おはよう。てっちゃんだるまありがとう。え、さっき一回起きた4時ぐらいにそう4時ぐらいに一回起きて、え、やべえソファにおるって思ったけど寝た二度寝してから6時50分ぐらいまで寝てたや配信始まるギリギリまで寝てた。ファイトー、ジジマークありがとうございます。あるある、やべえ4時やねえか、なんでここで寝とるんやと思ったけど、まあそんな4時から移動してもさ、そんな2時間ぐらいしか寝れんじゃん2時間、5、6、7、3時間ぐらいしか寝れんじゃん。いやもういっかと思って笑ってた。そうだね。やっぱ笑いじゃん。笑ったやめてよ。はあ。まあ。起きたらソファーあるある。あーよーあよー。うん。ネイビームくんおめでとう、ありがとうございます。ソファーは意外といいよ。ソファーはあのこういうここの背もたれみたいなやつあるじゃん、あれをあれが倒れるやつなんですよ。そうピューンって倒したらベッドにもなるし、ピューンって上げたらソファーにもなるやつだけど、あの下ろさずに寝てた。下ろす行動もせずに寝てた普通にそう下ろしたらベッドになるのにベッドにもせずに寝てた。やばいよねやばいよね。ソファーの状態で寝てた。そう
べえやべえ。セイモンさんハートありがとう。おはよう。うん。やばたに。やばたね。そういえばね、チャーミングトリップはね、新しく乃木坂さんの曲がね2曲入ったんですよ。制服のマネキンと命は美しいっていうチャーミングトリップの後半戦の曲の2曲、最初の2曲にね乃木坂さんの曲が入ってるんやけどね。そうどうでしたか。あれはねかっこいい曲じゃん。制服のマネキンと命は美しい、だから笑わないようにやったんだ。どうじゃった、かっこよかったです。イエーイ、見てみたさ、見に来てください。すごいいいでしょ。うん、そうチャートリで坂道の曲もやってるんだ。笑わなくしてからやったら。てっちゃんなるまありがとうございます。うん、命は美しい、初めて笑わせる。それなー、でも笑わんようにと思ってやってもさ、なんか何アリサのファンの人と目があったりとかしたら笑ってしまうよね。思わん。だってね、そうアリサのマネージャーさんとね、コウコちゃんにもね、笑ったらいけんよって言われてからね、そう袖でから出る前に笑ったらいけんって言われてから、今練習してみてって言われたんや。でもさ、そんなさ自分のことめっちゃ見られるようなに真顔とか無理じゃね。とか思いながら、そうで結局できんかったら練習しろって言われたけど、まあ曲がかかったらできるか見てってくださいって言ってからバイバイって言ったけど。できてたでしょ。どう、天才じゃない。うん、ねえ真顔になれって言われてから3、2、1はいってできんくない。絶対できる、やってみて。やってみて。絶対できない。まあ曲がかかったらできるか見ててねって感じで言った。どう、できてた。マンデラモンスターさん、バラありがとうございます。いただきます。できてた、イエーイ。できてた。お、あきらさん、リスありがとう、久しぶりに来れてありがとうございます。意識してると思った。思ったさ。意識してるの伝わった。やべえなそれは。てっちゃんだるまありがとうございます。そう、でも真顔でやろうと思っても、君が何かを言いかけてでからね、コウコちゃんと目が合うんですよ。そう、制服のマネキンで君が何かをの時にコウコちゃんと目は、そう目が合うところやけさ。無理じゃね。そこはめっちゃ頑張らんといけん。君が何かを言いかけて、電車が過ぎる高架線。そう、あとはアリサのファンの方を見つけて目が合ってしまったら、なんか笑ってしまいそうになるけど、やべえと思って。やべえ。呼び捨てファンタジーね、またやりたい。でも次、もし次もしやったらね、ほのざんのところだから、お楽しみに。仙台と札幌は、そう、みちは舞台終わりで帰ってくるので、ほのたんです、私は。ドゥ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 、イエーイ。おはようございます。ドゥルルドゥルドゥルドゥ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 、電車が過ぎる高架線、
予備班名曲だよね。だよね。仙台楽しみ。イエーイ、盛り上がっていくぜー。仙台と札幌、仙台と札幌。寒いから気をつけて。それな、でも大丈夫。そう、なんか見た目は寒そうなんやけど、中に毛が、ね、中に毛が埋まっとるよっていう。そう、見た目では寒いけど着たらあったかいみたいなコートと、あとはもう見た目からあったかいみたいな。そう、中をペラッて開けたらもうここにね、こういうピンクの毛が入っとるよ。そう、見たら乾きないやけど、この中にピンクの毛が入っとるよ。そう、そういう感じの、着たらめっちゃあったかいみたいなやつと、2個ぐらいあったかい系の、北海道に行けそうなやつあるけ、どっちにしようか迷っとる。どっちにしようか迷ってます。ダブルでピンクの可愛いでしょ。そう、見た目は乾きないよ、真っピンクじゃない。そう、表から見たら乾きないやけど、そう、裏、後ろピラッと開けたらピンクだよね。で、フードも、あ、フードのここも、ライオンみたいなここのところもピンクない、可愛いやろ。てっちゃん、だるま、ありがとうございます。緑出たよね、さっき。さっき緑出て、うん、ででん。では、キャッチフレーズいきます。アリちゃん推しになるのはアリー、アリさん号出航。はい、ありがとうございます。中学3年生のアリちゃんこと峰吉アリサです。イエイ。イエイ。ではギフト読みます。チャピチャピさん、パンジェラモンスターさん、てっちゃん、ももかちゃん、こもちん、てっちゃん、あきらさん、さくちゃん、だらららみゃんこ先生、ももかちゃん、ネイビームくん、ジジマくん、でっちゃん、なほちゃん、しんしんまるさん、ひらつぐさん、ふうさん、ゆのえもんさん、ゆうぼうさん、なつかちゃん、じゃこきっちゃん、くりちゃん、やすべえさん、ひらしげさん、さとさん、ひとりごとさん、てっちゃん、けんやおぱちさん、ありがとうございます。ギフト。ではランキングいきます。13位ミロさん、12位塩こうじさん、11位サイモンさん、10位キズナックさん、9位ひとりごとさん、8位しんしんまるさん、7位絶対変わったよね。13位ミロさん、12位塩こうじさん、11位サイモンさん、10位ひとりごとさん、9位しんしんまるさん、8位池田まささん、7位キズナックさん、6位パンジェラモンスターさん、5位、ユーボーさん、4位ヤスベさん、3位ゲンヤブチさん、2位ネイビームー、1位は てっちゃんです。ありがとうございます。おー、やべ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 ぞやっべーぞー。よっこらしょ。戻った。よかった。では今日も頑張っていきましょう。今日月曜日か。もう曜日感覚はなす狂って。今日月曜日か。今日も頑張って、今週も月曜も頑張っていきましょう。それではバイバーイ、またね。バイチャラポー、ありがとうございました。バイバーイ。